ブルク今掘ってる？掘ってる掘ってる掘ってる。え、今俺のあ、スマイルだったんだけど。3回戦目続きやります。はい、はい、ルールは一緒で、前回の一緒で僕ら鬼ごっこやっていきますと、はい、ということで鬼は、はい、やります。スマイル、鬼です。じゃあ準備お願いします。始める？なんか作戦会議とかする？作戦会議、作戦会議なんかある？やりたいのがある人なんか、なんか巻きたい。個人的には巻きたい、巻きたい、あ、負けたい。見つかってから巻く。ああ、それは見つかってください。じゃあ今始めるか。はい、はい、さあ、トド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 、とりあえずね、どうするかな。でもさ、まあなんか上から出てくるやん。そうね、上から来るけど、あ、あれどこだ、取った。誰か掘ってる人いる？はいはいはい、掘ってるよ。埋めた、掘って埋めて、埋めた、埋めて、埋めちゃダメじゃない？おーおおまあ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 、トド、あ、びっくりだ、危ねえ。もう聞こえたぞ。もういるんだけど。音消したな。こっちだ。近い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 。よくない？え？何してんのこいつら。近くない？味方のと思ってる。俺いいもぐらだよ。ブルク今掘ってる？掘ってる掘ってる掘ってる。え、今俺の。あ、スマイルだったんだけど。死んでない。なんかバレてない。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。バレてない。スマイルの背後があったけど。そう。視線は来てない。やば。もう、てかもう、繋がったでしょ。繋がった、繋がった。俺も繋がって、今真下に直下掘りしてる今。繋がってるんだったら。真下に直下掘りして、降りてこれないようにしてる。そうそう、それはそれはそれ。岩盤まで来た。あー、オッケーオッケー。実質中は危ないみたいなのもあるなんならでも直下したら確かに実質通路最後としてる。そう、あ、ねえ、これ、降りてこれ降りてくるのにめっちゃ時間かかるから相手も、ね、確かにで、多分ね、一直そっから一直線に掘るのやめた方がいいな、多分。だから、絶対なんか道をいっぱい迷路みたいにしながら掘って進まないと、うん、急に右と左どっちも通路を曲げると思いきや正解は右だけどな、そういう感じでした。いたんだけどな、意外と当たんないな。いたんだけど今、あれ、やられたか。埋めれないからでもね、こっち側に行けばね当たる気がするんだけどね。移動しなきゃ、とりあえず。いや、結構俺端っこいるんだよね、怖くて。でもこれはすごいできないんだよな。いや、俺もスマイルと繋がってるからな。音聞こえないな。いつ気づくんだろうな、あいつ。え、繋がってんじゃん、誰のだよって。俺なんだよな。まあでも、直下とか気づいてんのかな、もう。直下してることが気づいたら、多分その通路はめちゃめちゃ追っかけてくると思うから、マジで気をつけて。え、今。え、んホルダーやめた人いる？ホルダー、はいはい、やめたよ。え、2個掘って、みんなやめるじゃん。2個掘って、2個掘った、4つ掘ってる、今掘ってる、今掘ってる人。え、もう1回掘るよ。今掘ってないわ。めっちゃ掘ってる。中も掘るのやめて。掘ってる、やめた、やめた。スマイルだスマイルだ近い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 、結構。おー、エッチ見解。もっと深く行った方がいいかもしれない。意外とこれ横聞こえるんだよね。高さが違うから聞こえないと思う。だぞ今。上か下かわかんない。あ、ちょっと聞こえんだよね。いや、でも聞こえんな。うまくなっちゃった。あれー。お。うわー、これ今分かる道されてる。最悪やん、これ。いや、みじんも音聞こえねえな。結構みんな上の方いるな、多分。でも、まあまあ、バラバラだと思う。僕、一応頑張んなそうにいるんだけど。マジ？誰か岩盤だっす。あれ、岩盤見えちゃダメなの？まあ、まあ、見えてもいいけど、岩盤の上歩くのはあんまか。環境音がさ、するよね。するね。するね。それがそれにビビる。怖い。普通に怖い。誰かいた。
誰か掘ってる、掘ってる。はい、掘ってる、掘ってる。やめた、やめた。やめた。やめた。2個掘って。あ、2個掘った、今、今聞こえた。今1個掘った。2個掘った人いる？今歩いてる。2個だけしか。2個掘った音聞こえたよ。歩いて2個掘るよ。今俺2個掘るよ。あ、俺か。いや、2個掘った。2個掘った。もう1回2個掘るよ。どっち？聞こえん、聞こえん。歩いて、誰だ歩いて、誰だ怖すぎる。くそ、めんどくせこれ。電力逃げてんだ、これ。あ、いた。こんにちは。これ、どうなんだろう。他の人は合流しなかったらまだ終わりないんだよ。終わらないっすね。やばい、みんなわかんないんだけど。どこいいんだよ。みんな高い場所。わからんね。俺結構低いと思う。ちょっと低めで行ってみるか。降り気味で。降り気味で。え？もう今見つかった、見つけたか見つかったじゃん、もう今。どこ行った、どこ行った、あれ嘘、どこ行った、あれ来てる、来てる、来てる、頑張れ、頑張れ。おお、よかった、分岐作っといて。一応生きてるけどさ、いつ死んでもおかしくない。いつ死んでも俺はマジでおかしくない。それね、直下がね、大事だった。めっちゃ歩いてた。絶対死んだじゃん、今のもう。ダーあー、行ってる。あれこっちよね、でも。あれあれあれ、マイクが、うわマイクが、うわ中の場所行け。まだ合流しないのか、これ。金時マジで。こっち来てくれたら。ここ、どうなってんだ。あ、これ、どっから誰かわかんねえ、これ。どこが誰のかわかんねえ、これ。自分のもわかんねえ、これも。ホガシャーク殺しとくか。わよわなっちゃった、これ。無理じゃん、これ。中も結構上なんだっけ。いや、結構下だと思うけどね。一応、もう直下一回決めてる人間だから、かなり低い方ではあるはずなんだけど、まあ、登る試みはしたけど、ちょっともうわかんないな、さすがに。どうしよっかね、これ。本当にどうしよっか。こんな掘って、誰の心にも当たってないのもおかしいんだな。俺、スマイルに一回ぶつかってんのに、ここまで生きてるのがすげえよ、もう。ブルークに会うためにはどうしたらいいんだ、これ。めっちゃ上来てたわ、俺。待って。上ね。上に当たっちゃったから。さあどうでしょうね、これ。ほんとにさ、音がもう聞こえないんだよね、何も。だって僕しばらくめっちゃ上に階段掘りはしてるけど、え、何、誰かしらの死んだ人のでもいいから行動当たってもいいと思うんだが。俺ね、に今当たったのかもしかしたら他の人のかもしんないけど、実際怖いから足入れらんないよね。え、誰かの行動だ。お、階段掘り、それ。ね、気をつけろよ、やつの穴かもしれん。分からん、マジで。でも、仲間の行動じゃない行動の可能性の方が高いなら近づかないのは吉だな。それはそう。でもこれでこいつら合流しないってことは、この行動から結構離れないといけないから。うん、結構金時ね、広く掘ってたんだけど、全然当たってないから、この金時とシャー君の行動から相当離れないと。いるぞ。二方向から聞こえる？完全に止まってない、これ。じっと待つぞ、俺は。獲物を。聞こえなかった。ただね、場所はあんたが分かってんだ。あ、え、これ。あれ、これ、金時の行動？ん？ダメだ、わけわかんねえ、これ。いや、わかんねえ、なにこれ。いや、ここ通ったぞ、ここ。ここ先通ったわ。上がっちゃったのか、どっかと。やべえ、完全に迷ったわ。いや、しまった、さっき音が聞こえた場所にすらたどり着けないよ、これ。え、掘ってる？今やめた。え？やめてない。やめて、え、今や、え、1個だけ掘って。今1個だけ掘ったよ。え、いや、え、掘ってないよ。え、
足音がする。これスマイルだ。あ、俺今歩いてないからスマイルだね。探しに行くかってことは。ちょっと待ってね、探しに行くわ。え、生き延びるんだブルーク。ねえ見つかってんじゃん。待って待って、え、見えたけど、見えたけど、え、見えたら一気に直下掘りしろ。直下掘り。待って、でもなんか来ない。なんで、え、いなくなった。え、え、引き返した。え、絶対近くにいるよね。ね、行動が多すぎてさ、あ、いや、わかんねえこれ。前と、うん、塞ごうもん、前の行動から来たやつ。あ、塞いじゃダメだわ、これ。わけわかんねえ、これ。え、ブルーク、気持ち真ん中と、なんか端っこの方だったらどっちとか、なんか高さ的な部分とか、もう気持ちでいい。真ん中よりちょい上の真ん中よりかな。こっちの方行ってみるか。やばいやばい、え、あ、うおうおやった、これ完全勝利じゃない。え、あーあーあーあああ、見つかったねーん。あ、悲しい。だ、一回見つかった。なんでさ、すぐ来なかったの。え、わかんないわかんない。見つかった。え、前のこと見てるけど、スマイルはまだブルクが見てない。ああ、そうなんだ。いや、これ誰も殺してないってこと。絶対スマイルの鹿にブルク入ってない。嘘、全然入ってない。絶対入ってるよな。マジ5回ぐらい見てたよね。え、全然、え、なんで5回は見てないの。2回は絶対見てる。叫びながら死んだわって思ったのに。最初にバレた仲間が最後まで生き残った。確かに確かに。最初にバレた仲間だったんだ。最初に仲間スマイルのこと見てんの一番最初。神回でした。開始1分とか。開始1分経ってないのか。1分経ってないの。多分10秒ぐらい。もしかしてなんかちょっと。10秒ぐらい。すれ違ったっていうか。がっつり、がっつりだよ。行動をね、ぶつかったんだよね。ああ、あれ仲間だったんだ。あれ、インドのスマイルの出会い方めっちゃ面白かった。それ掘ってたら目あったな。インドに来てくれたんだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらにツイッターのフォローもよろしく。ツイッターには最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。